ははいこんにちは簡単動画入門ですえ今回は、えー、とサイバーリンクという動画編集ソフトを作っている会社が、えー、開発した、えー、とパワーディレクターという動画編集ソフトのアプリ版の使い方を紹介します。でえー、と去年の12月に、えー、と iOS 版も出たので iPhone でも使えるようになっています。で、Android の方も操作ほぼ同じなので。 えー、これ見ていただければ、えー、使い方分かるのかなと思います。で、一応このアプリ、えー、っと無料で、えー、っと最後の書き出しまで使うことできるんですけども、えー、っと一応、えーっと、プレミアム版というのがあって、で月契約だと550円で、年間だと3800円、3ヶ月1080円となってますで。無料版だと動画の書き出しが えっと、HD までになってます。で、プレミアム版でお金払うと、4K とかフル HD で書き出しが可能になります。ちょっと無料版だと、あの、右下に、えっと、スカシ、あの、パワーサイバーリンクとか、そういうちっちゃな、あんまり目立たないんですけど、えっと、文字が出てくる。あと、広告がたまに書き出しの最中に出てくるというところがあります。あと、ま、プレミアムコンテンツで、 700種類以上の、えー、プレミアムコンテンツにアクセス、まあ、いろんな素材をフリーで使ったりすることができるというふうになってますあと複数トラック編集とかで今回は、えっとまあ、無料版でも最後まで一応使うことはできますので、えっと、おすすめのアプリです iMovie ってアプリあるんですけどそれと比べてかなり自由度が高くなってるので、えっとまあ、使ってみて気に入ったらぜひ購入してみてくださいでまず、えっと、プロジェクト名ですが私がよくやるのが頭に日付ですね日付をとりあえず入れてその動画の中身を入れておきます でプロジェクトの縦横比が、えー、16対9が横ですね。まあ、YouTube とかまだ横が主流なんですけども、インスタとか、えー、TikTok とか上げるときはこれを1対1とか、まあ、9対16とかあるので、それもやってみてください。で元の動画素材をこの通り、えー、縦で撮った場合だと9対16とかしないと、えー、っと16対9の状態で、えー、縦撮りした動画を入れちゃうと横に黒帯が出ちゃったりするので、 そこだけ気をつけてください。はい、でパワーディレクターが写真へのアクセスを求めてます。出るので、これも OK しましょう。はいでえっと見てわかる通りにえっと動画編集ソフト、まあパソコン版と結構似通っていて、上に素材があって、下にタイムラインで編集するところがあるというふうになっています。はいでこれあの Android とか iPhone で、えっと、フォルダの中身がそれぞれみんな違うと思うんですけども、基本的には今回は、えっと、動画の中、私の iPhone の場合だと、この最近の項目の中に今まで撮った動画が出てきます。4K だとこうやって左下のところに 4K で出てますね。で、えっと、今回とりあえず1個目。 タップすると、プラスボタンが出てきます。三角再生ボタンを押したら、一応このファイルを再生して確認することができます。で、まずは1本目をこうプラスで、今、タイムラインの中に挿入されました。で、えっと、左上の最近の項目で、パンパンと2回押して戻って、初期設定だと、こうやってヒントが出てくるんですけども、めんどくさいんで、1回からヒントを表示するはチェック、外して、他のとこ、押すというので消せます。 で今、このタイムラインを指でこうやって左右に振るとで、今、タイムラインをこうやって指で左右に振ると、この今、素材が上のプレビュー画面で動きます。ちょっと動きが全然ない動画なんですけど、これで今、素材を1本タイムラインに挿入することができたと。で次に、トリミングですね、えーと。開始点と終了点の位置を変更する方法です。やり方が、 動画一回タップしてヒントは消してタップして左右にえっと緑の丸が出てるのでこれをこうやって右にずらすと開始位置をこうやって変更できますで終了位置もこうやって変更できますワンカット3秒とかにしちゃいましょうはいで次えっともう一回新たな素材を入れてみますでやり方が タップ外してで左上にこのフィルムトープンプマークが出てるのでこれも一回押してこうするとさっきの同じ画面に来ますで最近の項目に行ってで最近の項目の、えー、さっきの続きでもう一個猫ちゃんの動画を入れるともう一本入るとでまた元に戻ってきますでこれもまた短くこの緑あれ ちょっとしづらいですねで。これも。はい、こんな感じで、今2本並べました。で、もう1本入れてみましょう。はい、で、次、もう1本、3本目が、まあ、これテス、練習なんで、あの、何でも、何使っても全然構わないんですけど、猫、ね、ちゃんのアップを。 でとよいしょでこうやって細かい、えー、とンコンマ秒以下の編集する時なかなかこう合わせづらいなって時はこのタイムライン自体をこうやってピンチインピンチアウトすると,、えー、とタイムラインが拡大縮小表示されます。でこうやって 全体表示して今はまあ大体どこにどんな素材があるかなって確かめたり細かいちょっとした編集するときはこうやって拡大してあげると編集しやすくなりますのでおすすめです、はい、で今あのこの左右を伸ばしたり縮めたりのトリミングのやり方だったんですけど次は、えー、と分割カットですね途中で2つに切るというやり方ですやり方が 1>, 1回動画タップして左上のツールバーのカッターボタンこれを押しますそうするとこうやって左右に分かれましたで右端右がいらないのでこちらはゴミ箱で消しますで消したものももう一回こうやって何度でも復活することができますで1個前に戻りたい場合は右上のこの矢印ボタンを押せば1個前にこう戻ることができます でえーっとまあ、このカッターツールどういう時に使うかというと,、えー、っと例えば長めの、えー、インタビューとか人が喋ってるシーンでこのちょっとの間だけ、えー、言い間違えしたので消したいなって時は、えー、この間違ったところとその終了した位置で2回カットを入れてで真ん中だけ、えー、ゴミ箱で消すというふうな時によく使います毎回カッターツールで分割してると こう切って削除ってアクションが必要なのでちょっと手間かかるんですけどこうやって伸ばしたり縮めるだけでえ秒数調整もできるのでこちらふ普段短いカット使うんであればえとわざわざカッターで切らなくてもこうやって調整するだけでもこっちの方がアクションが少ないのでいいのかなと思います。はい で次は、えっと、位置の変更ですね3本目のカットと、えー、3本目のカット1本目と2本目の間に入れたいという時は、えー、3本目長押ししますそうするとこうやって宙に浮きますので2本目の間に入れてあげると位置が変更できるというふうになってます長押しして元に戻すというふうになってます、はい、ではこの辺で一旦一回、えー、っとこのタイムラインに入れた3つの動画を再生してみます で、この右上の再生ボタンを押すと動画が流れるというふうになっています。こんな感じですね。簡単ですね。はい。で、次は、えー、BGM ですね。えー、と音楽を入れてみます。やり方がさっきの動画ファイルと同じで左上の、左上のフィルムと音符ボタン、あ、こっちじゃない。音符ボタンを押して、 で今、ビデオのアイコンになってるんですけど、これを、えーと、この右端の音符ボタンに変更します。で、アクセス OK。はい。で、この中にいろいろ入ってますが、えー、今回、このミュージックってとこがあるんで、元からいくつか音楽が入ってます。あの秒数がすごい短いんですけど、でこれタップすると、こうやってプレビューできます。 で気に入ったものを一回タップして、このプラスボタンを押すと、こうやって BGM がタイムラインの中に入りました。紫のバーですね。で戻ってで、これも長いので、こうやって短くしちゃいましょう。で、再生すると、はい、こんな感じで音楽入れるだけで、ずいぶん動画っぽく変化しました。えっと、 今もう一回ちょっと音聞いてほしいんですけども途中で音楽切ってるので最後、えー、とプツッと音が切れちゃってます突然音が終わっちゃうので、えー、と最後にフェードアウトをつけて滑らかに音を消していきますやり方が、えー、とこの音楽紫ボタンバーを一回タップしてで左上の鉛筆のペンシルマークをしますで えー、上側に出てるスピーカーの音量でここで、えー、と音量100をこう上げたり下げたりもできるんですけれども今回はこのフェードアウトにチェック入れますで OK でこの状態で聞くとこうスーッと音が終わりました で必ず、えっと、BGM 最後のところはこのフェードアウトつけるようにした方がより動画のクオリティが上がると思うのでおすすめですでさっき言ったように、えー、音声設定でこれで音をもうミュート状態にしたりとかあと、えー、2倍の音がちっちゃいなと思ったら2倍にしてみるとかあんま大きく上げすぎると,、えー、と音が割れてしまうこともあるので注意してくださいでフェードインつければ冒頭のところもこう滑らかに音が上がっていってっていうような演出もできます でえー、とこのオーディオミキシングっていうところはこの、えー、とタイムラインですね、えー、ここの音楽ライン音楽トラックっていうんですけど音楽のトラックでそれから動画のトラックってあるんですが、えー、とここも全体を一気に音量を上げたり下げたりできるという便利なミキサーですねで音量を置いてオーディオミキシングをしてで、えー、と右側が今音が 入ってるえっ、ー、と BGM が入ってるところこれを例えば0にするといくつこの、えー、BGM 入れても音楽ファイルを入れても一括でこのトラック全体を下げることができますで動画の方も動画の音ちょっといらないなと思ったらこれで100から0に下げれば全部がミュートにできるとでえっ、ー、と使い方としては、えー、と元の動画の音を活かしたいと BGM はうっすら流したいんであれば例えば20にしてみるとか もしくは BGM 中心だけど、ちょっと環境を残したいなってなったら100と20にしてみるとかいうようなやり方があります。はい、でもちろん、えー、と動画素材自体の音量も、えー、と同じようにこのスピーカーの、えー、音量ボタンだ、ちょっと間違ったで。スピーカーの音量のとこで1個ずつ、えー、1ファイルずつ変更もできます。 では次に、えー、とテキストですね。テロップ入れてきます。やり方が、えー、また左上の、やり方が左上のこのひし形マークですね。これをタップします。で、えー、と左上にキーって今選択されているので、いろんなテキストが出てきます。で、今回もこのデフォルトっていうのを選びます。はい。で、そうするとここに、えー タップして編集しますってあのバーが入ってますねでこれがもうはみ出しちゃってるんですけどこれ指でこうやってプレビュー画面上で移動することができますでもう一回タップするとこうやって文字が打てますえー、っと猫ちゃんかわいいで大きいだったら右側のチェックボタンで文字がここに出てくると で文字サイズをこの四方、えー、と左上と下にある白い四角をしたままこうやって移動させると大きさを変更することができます。これでまあ下の辺りに持ってくるとか。で、えー、と文字の、えー、と色とかいろいろ変更することができるんですけどこの右上の、えー、と青い T ボタンでもいいですし左上のペンシルボタン。えー 一回タップして、イイトルデザイナーで。ここで、えっと、左見た3つの A っていうのがあります一番上の A がえフォントの種類とかあと色ですねで次の A がえ境界線えフォントの縁取りの色一番下が影ですねシャドウの色とか大きさっていうのを設定できますでまずフォント行くと こ,うやってこの雲マークのやつが、えー、と有料版のプレミアム版を使っていればダウンロードして使うことができます今回もこのままでいきましょうで、えー、と下の方に行く下の方に行くとワードのようなこうボールド太字にするとか、えー、中央寄りにするとかいろいろありますで、えー、とこの えー、右端の方がこれが中央にこう寄せるで右端行くと,、えー、っとで文字が、えー、っとこう若干右寄ったり左寄ったりするとこうガタガタになっちゃうので基本的にはもう中央に寄せてあげるのが綺麗な動画ができるのかなと思いますで、えー、っと上のカラーは今白なんですけどこのボタンを押すとこうやって 色を簡単に変更することができますただあんまりこう明るい文字だけしちゃうと見えないので,で下のバー使えばえ自分でちょっと暗めにしたりとかいろいろできますあと一番下が透明度ですねうっすらこう出したいとかいう時に使いますで今回はもこのまま白でいっちゃいましょうで次この縁取りをして 境界線にチェック入れてあげますで今白なのでよく見えないんですけどこれ例えば黒とかでサイズをちょっとこう大きくしてあげる、はい、あとまあ紺色とかちょっと暗めな色にした方が見やすいですねで最後シャドウこれも入れて、えー、距離こう距離すると離れますね でシャドウの色もこうやって自由に変えることができます、はい、で今回もシャドウなしでいきましょうか、はい、でこの状態で OK とで今までデザインができたんですけども今度はこの、えー、とトラックの中に入ったフォント自体もこうやって、えー、と短くもちろんすることができます これも長押しで位置を変えてう1本目の上にぴったりこう合わせてみます、はい。ちょっと編集しちゃってで再生するとこんな感じでフォントを簡単に作ることができます。 で今、せっかく、あのー、タイトルデザインしたんですけどもよいしょ、タイトルデザインしたんですけど、もう一個、えー、と同じデザインを作りたいなんてなった時に、あに、のー、毎回同じようにデザインすると大変なので、これを複製します。やり方が一回タップして、えー、左上のペンシルボタン、それから複製ですね。でこれを押すと、もう一個新たな文字が。 出てきましたでこれをちょっと短くして長押しで移動させてと。でこの文字の中身を変えるので、えー、文字に触れて「もうこうもうこう」とかなんか適当に入れてチェックと。あともう一回タイトルデザイナーで中央に寄せると。 でも,もう一回複製長しましょうかはいで文字だけを「えー、かわいいね」とかにしとこうはいこんな感じで,で再生してみましょう はい。こんな感じで、だいぶなんか動画っぽくなってきました。はい。では次にトランジションっていうのを入れていきますで。トランジションっていうのが何かというと、このテキスト、えっ、ー、と動画と動画の間にこうなんか雷マークみたいな四角いのがあるんですけど、これがトランジションの設定これ一回押してあげると、いろんなトランジションっていうのが出てきます。で今回このフェードをして、プラスをしてみましょう。 で戻って。これ何かというと、1本目と2本目の動画をこう、ふわっとつなげるための機能です。再生するとこうやって、なんかふわっと繋がりますよね。これはトランジションと言います。で、これ、えっと、いらなければ、トランジションなしに変更すればいいですし、他の使いたければ、まあ、ぼかしに変えてみるとか、いろんなやり方で簡単に変更することができます。 で、トランジションなんですけど、初期設定ではなしになってて、で、あんまりこの機能は使わないです。基本的には。いろいろあるんですけど、あの、使ったらこう楽しくなって、いろいろ入れたくなる気持ちはわかるんですが、ちょっとなんかホームビデオっぽいこう安っぽさが出てしまうので、基本的にはもう使わないです。 じゃあどういう時に使うかというと、例えば YouTube だとあの、オープニング映像から本編に映るときにちょっとふわっと変えてあげるとか、あと、えっと、時間と場所の表、場所を移動した表現。で、時間で言うと、例えば、1カット目が夜で、2カット目が朝という時に、間にこうふわっとしたトランジション入れてあげると、あ,あ、夜から朝に変わったんだなっていうのを伝えることができます。 それから距離ですが、まあ、移動の、えー、表現ですが、1本目が東京、2本目が大阪であれば、間にトランジションを入れると、えー、ふわーっと変わって東京から大阪に今移動したんだなというような時間とか距離を表現することができますで。そういう時にしかほとんど使わないので、えっと、あまり出番はないのかなと思います。あの、よく楽しくなっていっぱい全カットに入れちゃうんですけど、そうすると、なんか、あの、いかにも、 ちょっとなんか初めて作りましたみたいな感じになっちゃうのであのテレビとか映画見てもほとんど使われてないと思いますなのであまり使わなくてもいいんですけど、まあ、こんな機能があるなと覚えていただければいいかなと思います、はい で、それ以外の機能で動画タップして、このペンシルの編集ボタン行くと、ここにもいろいろ、えっと、ありますで、左上見ると音量調整、それから切り抜き、クロップってやつですね、一部だけを動画を切り抜く、それから動画の複製、で、美肌、まあ、肌が綺麗になるような <laughs>、で、速度っていうのが、スピードを2倍にしたりとかいうこともできます。で、回転はこう、文字通り動画を回転させる。で、カラーが色の調整。で、逆再生が、え、逆再生になると。 そのままですね。で、えっと、パンズームはこの後紹介します。で、反転も、えー、こっちに反転すると。で、シャープネスははっきりくっきりさせるみたいな機能です。で、えっと、パンズームなんですけども、動画だとあんまり使わない機能です。で、一回やってみると、例えば、えー、このカスタムにして、で、この開始値を、例えばなんですけど、えー、こうやって アップに、このピンチインピンチアウトでアップにしてあげます。で、終了位置はこの引いた映像にした状態で、えー、OK という風にするとどうなるかというと、えー、開始位置で再生します。こう、動画にズームがつくというような、えー、演出が簡単にできます。パンズーム、カスタム。例えば他にも、 えっと、ズームだけじゃなくて、開始位置猫ちゃんの、えー、あ、下の方がいいかな。開始位置、この尻尾のモコモコの部分で、で、終了位置を顔にしてあげるとどうなるかというと、で、OK。えー、再生します。今度はこう、上にぐーっとティルトしていくっていうんですけど、っていうようなこともできます。ただ、あのー、これ、無理やり動画を拡大してるので、 えっと、画質は当然荒くなっちゃいます。あと、これが動きがない、ただの写真になってしまうので、まあ、動画ではあまり使わない機能なのかなというふうに思います。で、どういうときにじゃあよく使うかというと、写真をこの使った動画を作るとき、で、写真の入れ方ですが、今まであの動画入れてたんですけど写真もファーディレクター入れることができます。 やり方が左上のフィルム音符マークいって今あのビデオカメラの動画になってるんですけどここを写真のところにすると、えっと、写真が出てきますでこの中からまた最近の項目を選びで、えっと、出てきた写真を選択してプラス押すと写真がこの中に入ると で iPhone でこれ撮ってるんですけど、えー、とサイズが16対9ではないので左右に黒帯が出ちゃってますで、えー、とこれタップしてパンドズームいってカスタムで開始位置をで終了位置もこうやって変更してあげるとで OK でこの状態で 再生ししてみましょうかちょっと音楽もせっかくなんで伸ばしてこの写真を再生すると,ポイッとこうやって写真にアニメーションがつくとなんかそれっぽい動画が写真だけでも簡単にできるようになるのでなかなか面白い機能です。 はいで次が、えっ、ー、と、新たなトラックを増やすっていうやり方があるんですけど、こちらは有料版のみのやり方なんですが、一応解説しておきます。でやり方が左上のひし形マークを押して、で、えっ、ー、と、今、さっきはテキスト、えー、入れるときだけに使ったんですけども、ここに、えー、と動画とか写真っていうのをさらにトラックの上にこう出すようなやり方があります。で 動画を今回ちょっと入れてみましょう。で、えっと、グリーンバック、えっと、さらに、このタイムラインに入れる方法ですが、えー、長押しをして、トラック、そのままプラス押したら1に入っちゃうのはトラック2ですね。こちらに入れてあげます。で、戻して、ちょっと一応、調整してあげの。 でカッターで後半いらないところを切って長さをぴったり合わせてあげます今、えっと、下の動画の上にトラック2の、えー、私の顔が出てますでこれもプレビュー上でこう縮めたりすることができます まあよくあるピクチャーインピクチャーとかワイプってやつですねで。なんかゲーム実況とかでよく使われるような手法です。ちょっと文字に被ってます。こんな感じで。で、再生すると。はい、こんな風になってます。で、えー、っと、ちょっと音量を試しに。 調整ししてみましょう。オーディオミキシングに行って、えー、2つ目の、えー、インタビューの方を大きくしてビジウムのとかをちょっとちっちゃめにするとちょっと調整しましょうか。 声がちっちゃいので、音量で例えば200とかにして再生してみましょう。のののね、こんなふうに、えー、複数トラックを入れることで、よりリッチな動画を作ることが簡単にできます。でこの、えー、と上に入れた、えー、トラック2の、えー、動画なんですけども、またペンシルボタンを押して、 いろいろ、えっと、編集することができます。例えば、音量の右のマスクとかすると、えー、っと、この、わかりやすいのが丸、あわかりやすいのが丸マスクとかしてあげると、こうやって、こう、周りのいらない部分をカットするマスクってやり方で、えー、こう、丸くすることで、この状態でもなんか、 違和感ないですね丸の中にこう人の顔が入るみたいな。とか、えー、例えば四角とか、これ使うと、よいしょ、わわわ、一部だけこうやって顔を出すとかいうようなやり方も簡単にできます。パソコンだと結構 難しいんですけどアプリ版の方が簡単ですねでいらなければなしであとぼかしっていうのもあるのでこうやってなんか周りをふんわりするみたいなこともできます、はい、でそれ以外もま切り抜きよくあるクロップとかカラー調整逆再生この辺同じですねで美肌これも一応美肌してみましょうか これあんまり美肌するのなんか顔がボケちゃうので。で、スムーズ。なんかまあいい、いい <laughs>、いい感じのとこでこう、調整しないとなんか、ピントずれてんのかみたいになっちゃうんで、ギリギリのとこでこうやって止めておきましょう。はい。で、えー、っと、それから、えー、っと、黒巻きの合成っていうのが、えー、あるんですけど、黒巻き合成をして、 色選択このスポイトツールを押してこの背景緑の濃いめのところ押してあげてあ,あ結構難しいあ,あそっちじゃないえー、っと黒巻きちょっとこれはアプリ版だと使い方が難しいかもしれないですね あタップして一番いけそうなちょっと押しいちょっともう一回ああんかいい感じになりましたねこんな感じで決めてやるとこうやって 完全に背景抜けますねで再生本当、パソコン並みの操作がこのパワーディレクターできるので、パソコンソフトだったら大体、えっと、1万円以上、1万2千円とか1万5千円ぐらい、えー、このパワーディレクターでできるんです、えー、かかるんですけど、まあ、月額のものもあるんですが、まあ、大体1万ぐらい。 アプリだと、まあ、もうちょっとお手頃なお値段で、えー、とこうやってパソコン並みの編集できるので、えー、おすすめです。あとこの FX とか使ったら、まあ、よくインスタグラムとかであるようなフィルターですね。こういうのもあります。まあ、グロー入れてあげるとちょっとあのよくわかんないですけどこう色がバートとつくみたいな。 光った感じにしたりもできます。はい。で、大体これで、えっと、編集の基本的な方法の解説は終わりです。で、えっと、最後書き出しですね。やり方が、えっと、あで、その前に、えっと、最後書き出しの前に、一旦ちょっと左上のこの矢印で戻ります。で、もう一回押すと。 はじめの初期の画面に戻るんですけど作ったプロジェクトはここにすべて保存されてますでこれもッ回押してプロジェクトの編集とか動画出力名前つけての保存削除とかいろいろ出てきますで何度でもこうやって閉じても編集またできるので これはなるべく消さないようにしてください。あと、プロジェクトの中で使った動画素材をスマホの中から消してしまうと、このプロジェクト壊れてしまうので、それも必ず保存しておくようにしてください。で、動画の書き出しですが、この左から2つ目のものを押してあげて、 ギャラリーに保存、Facebook で保存、YouTube 保存など、その他っていうのがあります。で、今回はギャラリーに保存できましょう。YouTube もアカウントとかチャンネル持ってる方はこちらから直接アップすることも可能です。で、今回ギャラリーに保存して、で、えー、っと、今回撮った素材がフル HD で撮ってますので、フル HD1080p で書き出しボタンを押します。 で、えっと、無料版の場合は h d 2 0 0 720だけなので、こちらをそのまま選択してください。で、書き出しボタンと。えッケー、OK、で、無料版の方、ここに、あの、広告が出てくるんですけど、なんか、ツマークとか、あの、いらないみたいなボタンを押したら、えー、消すことできるので、えー、で、今、えー、書き出しが終わりました。なので、ちょっと再生してみましょう。 こんな感じで動画が簡単にできちゃいます。で、えっ、ー、と、作った動画は、えっ、ー、と、写真アプリの中に入ってます。こんな感じで、ちょっと今、縦になっちゃってますけど。はい。で、えー、終わったので戻ると。 はい。というわけで、えっ、ー、と、今回は、スマホ版の、サイバリングパワーディレクターの使い方の紹介でした。で、これ、あの、さっきも冒頭でも言ったんですけど、iOS 版も去年の12月に出てて、で、Android もほとんど同じような構成になってます。で、えっ、ー、と、他の動画編集アプリいろいろ使ってみて、比べてみると、すごく高機能なアプリになってますので、 えー、まあ、パソコンを持ってない方とか、えー、スマホでちょっとリッチな編集したい方とかにはすごく、えっと、おすすめです。で、また、いつかそのパソコン使って編集したいなって方には、えっと、構成がすごくパソコンに似てるアプリなので、それもおすすめの理由の一つですね。で、まあ、ちょっとあの、画面やっぱちっちゃいので、大画面でしたいって方は、 えとパソコン版の、えー、と Windows しかないんですけどパソコン版のパワーディレクターを使ってみるとすごくいろいろ細かいことができるようになるのかなと思います、はいえー、と簡単動画入門チャンネルは、えーとまあ、Windows のパソコンとか Mac のソフトの使い方でそれからこうやってスマホの動画編集アプリの紹介なども動画でしたりあと ウェブサイトの簡単動画入門というサイトでもテキストの記事でいろんな動画編集ソフトとか動画の作り方を紹介してますのでそちらもぜひチェックしてみてくださいで詳しくはこちらの動画の詳細欄に書いてますのでそちらのリンクから辿ったりしてみてくださいでまたあのいろんな動画をこれから公開していきますのでチャンネル登録もぜひよろしくお願いしますそれでは簡単動画入門でした